本日の動画は松本のおすすめスポットを紹介します。こんにちは、桜井太斗です。ゆうこです。私たちは軽井沢に住んでるんだけれども、松本は頻繁に行きます。もう10回以上はやったかな。松本はアルプスから引かれたお水がね、とっても美味しい。そこら中にね、水が湧き出ていて、とても涼しげに観光ができます。そしてこちらが永田の森公園。こちら市民のね、憩いのスポットにもなっていて、旧松本高等学校っていうのは無料で入れるスポットになってます。教育圏と言われた長野県の面影が感じられた場所です。そして松本一番の観光スポットといえば、こちらの松本城。国宝ですよね。まあ、これはね、実は朝早くもう6時に起きて撮りに行って、まあ、いいショットが撮れました。こちらは中町通り。おしゃれなお店や土産物やなんかもいっぱいあって、観光客にも地元の方にも大人気の通りです。松本民芸家具のお店があります。うちにもね、ロッキングチェアがあったな。そして松本のスポーツといえば、松本山田 FC。 これ目的に松本に来たのね。松本で有名な温泉はこちら、浅間温泉です。こちらのビアの湯という施設は、もともとは旅館だったんだけれども、今は日帰り温泉としてのみ営業してます。常宿の花月さん。松本家具で統一されたインテリアも素敵なので、こちらもおすすめのホテルです。松本といえばタイ料理。長年ホテルなどで修行された本格的な本場の味が味わえます。ビールも進みます。こちらが新米ガーデンですね。複合施設となっています。こちらにもね、美味しいレストランがたくさんあって、有名なのが松本ブルワリー。ここで飲むビールも最高です。水が綺麗だからね、味が本当にいけてます。おすすめのレストランとしてはレストロリン。こちらも新米ガーデンに入っているお店で、いつも美味しいあめね、ジビエ料理なんかがあったり、それぞれの料理のボリュームも満点なので満足できると思います。しかもすごいリーズナブルなフランス料理です。松本のシュークリームが有名な正村。正村といえばベビーシューですね。なんかマンゴー食ってるけどベビーシューじゃなくて、しかも両頭使いなんで。はい、次がビクトリアンクラフトさんね。アンティークのお店で、もう中に入るとね、日本じゃないみたいな素敵なインテリアに囲まれる。いつもね、こうなんかイギリス気分が味わえるのがすごくいいよね。松本もこういうなんかちょっと、なんだろう、洋風情緒がある素敵な街です。確かに、古い建物もたくさん残ってるしね。こちらは川に面したカフェですね。ここもアンティークのお店と併設しているので、ゆっくりカフェを楽しんで、ゆっくりやめるようになったんじゃないでしょうか。さあ、松本の至宝、とんかつ、カツゲンでございます。このとんかつはね、信州で一番とは言わないかもしれないけど、もう指折りの、この臭みのない豚肉。もう地元の人から愛されてるんだろうなってね、昼時なんかまあ行列ですね。さあ、そして観光でナンバーワンのお店、インドカレーなんですね。地元のカレー好きだけではなくて、海外から来るインドカレーファンもうならせる名店です。ということで、松本は水がとにかく綺麗で、いろいろなものが美味しい。ぜひ松本観光を楽しんでくださいね。この動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。